スの新たな旅立ちの日です。一日盛り上がっていこうぜ。その目に出る日をしっかりと焼き付けてくれ。檻の中で憂いのない正体その目に映る全てを、それだけ気づいて。
おい、赤ぶりの方が元気よかったぞ。おい、もっと来いよ、もっと。あら、渋谷アオイスター、皆さん、今日は楽しみにしてきましたか。どれだけ楽しみにしてきたか、みんなの声聞かせてください。楽しみにしてきますか。まだまだ楽しみにしてきましたか。楽しみにしてきたか。オーライ、今日は出る日限定復活追加公演渋谷オーウィスで最後になるかもしれませんが出る日を最後まで皆さんしっかりとその目に焼き付けて楽しく終わりたいと思います。皆さん準備できてますか。皆さん最後まで楽しむ準備できてますか。いけますか。いけますか。いけるか。 OK、 一日盛り上がっていこうぜ。渋谷の涙の代わりに
いてくる。
楽しんでますか？ありがとうございます。デリフは、活動して3年半という活動で、終止符を打ち、今こうやって限定復活でみんなの前に改めて立つことができて本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。いろんな曲を、発表してきました。トゥーハートから始まり、ハイブリッドトゥルース、オリオワンスアゲイン、いろいろとみんなの耳に心に突き刺さる曲がナンバーが届けられたこと本当に嬉しく思います。デリフは激しいイメージもあるかと思いますが、僕のデリヒのもっといいイメージは、イメージというか、本当に本当はこういうのもできるんだよっていうのを、やっぱりバラードだと思うんです。いろんなバラードも出してきました。次に披露する曲は、デリヒが初めてバラードを披露した曲です。壮大な一曲になっております。ぜひここで皆さんに聴いてほしいと思います。それでは聴いてください。アイボリー&アイロニー。少しも変わらない微笑みがあまりにも過ぎていた月日を埋めたんだ。遮るための距離はやがて実績になって、身勝手なこの手は今君にそっと触れた。聞きたくなる、もう一度名前を呼ぶ。
えー、東京元気ですか？まだまだ体力余ってんじゃねえか？ありがとう。ようやく、この日を迎えました。デルフィ追加公演10周年追加公演ですね。来てくれて本当にありがとう。ここにたどり着いてこのステージに立つまでにめちゃくちゃ時間かかりました。で、大変なこともいっぱいあったし、まあ、それぞれね、あの別々で活動して別々のバンドを持ってるんで、はい、じゃあやろうみたいな感じにはやっぱりできなくて、いろんな壁を乗り越えなきゃいけなくて、ようやくみんなのスタッフさんの力をね、借りてようやくここに立つことができてます。来てくれて改めて本当にありがとう。今までデルヒー来たことある人いますか？めちゃくちゃいるじゃん。あ、じゃあ初めてデルヒーのライブ来た人、あの赤ぶりの時もそうだったんですけど、あのデルヒーのライブってめちゃくちゃ暑くて、次の日本当に体全身筋肉痛になるぐらいもうめちゃくちゃやってたんですよ。あのもうめちゃくちゃやってたんですよ本当に。なんかね、あのそこにやっぱり戻らないとここに帰ってきた意味がないんだよね。この前の赤坂ブリッジと今日しか出る日はないです。これは本当に明言します。これだけしかないのにお前らこれだけでこんなノリでいいんですか？まだまだ出る日のライブやれるんじゃないですか？もっとぶち切れるくらいのライブをしてたんじゃないですか皆さん。今まで出る日を通ったやつこんなもんじゃなかったよな。もっとめちゃくちゃになってたよな。初めて来たやつに見せてやれるんじゃないのか。ぶっ壊れていくぞ、ぶっ壊れていくぞ。デルヒーのライブをもう一回やろうじゃないか。
から腕が思いが溢れゆく。消えてゆくならどうして心が
絆を確かめようぜ。いけるか、いけるか、いけるか。おっしゃ、この曲を一緒に歌いましょう。 Next Red Cloud Frontier。
こぼれ落ちたりすわ。大切に崩れ落ちた希望を重ねて顔を隠す人、そんな奴らにしたくないから。だった今の俺にはそんな最低の時間だ。Baby Blade! お前ら好きなだけ暴れろ!
なんすか。まだいけるっしょ。はい、おい、いいじゃん、いい感じじゃん、出てきてるよ。よっしゃ、ラストいきましょう。ラスト、皆さんで最高の大きい声貸してくれ。イエーイ、見えてるから、カモン。 OK、いきましょう。ワン、アクション、ワン、アクション、リフティングクワッド、アクション、モンチョー、アクション、カモン、モンチョー、モンチョー、アクション、バラバラ、アクション、ここまで届けるぜ。クワイ、モンチョー、I'm not your man.
本当に今日は楽しい一日になりますましたなりなっております。ね、あの解散から8年約8年ですが、こうやって皆さんが記憶に留めておいてくれて、また出る日を聞いてくれて、こうやって集まってライブができる喜び、すごくかみしめております。本当にありがとうございます。皆さんが呼んでくれたのでアンコール歌いたいと思います。先ほどの本編でも言いました、デルヒ結構激しい曲も多いんですけれども、僕はデルヒのこういうゆっくりとした、バラードの曲がすごく好きです。先ほどやったアイボリー&アイロニー、そして、僕が本当に大事にしている曲、すごく好きな曲があります。雨が似合う曲になっております。その曲をぜひ一曲聴いてほしいと思います。それでは聴いてください。 Remember the Rain。
ありがとう。
戻りたい。今は目を閉じたまま動かぬ君をくれるように オリオン Once Again。
声だけで聞かせてくれ。カモン渋谷おうどん。
渋谷行けるか。本当にありがとうございました、さっきもジュリーも言ったんですけど、俺たちは、ファーイストデザイン、そしてブレイキンフォーディレイとしてそれぞれ今も活動してます、どうかそちらにも、目を見て向けていただいたり、ライブに足を運んでいただいたりしたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。そして、これからも出る人いうバンドを、CD を聴き続けてライブ DVD を見て、愛してくれたら俺たちは本当に、心から、皆さんに感謝を伝えられます、今日は来てくれて本当にありがとうございました。後ろの人もありがとうございました。前の人も本当にありがとうございます。上の2階席の人もありがとうございました。食べてくれた人もありがとうございます。しっかり見えました、声聞こえました、ありがとうございました。
最高です、最高です、ありがとうございます。いや、いろいろバンドを続けるのは本当に大変なことだと思います。FED そしてブレイキンホリデーも、今活動しております。少しでもね、皆さんに、気に留めてくれたら嬉しいです。今後とも活動していきますので、またメダ、スーク、アギ、ジュリです。また、活動していきます。よろしくお願いいたします。会えなくなるわけじゃないからね。またライブハウス、ライブ7で遊びに来てください。ありがとうございました。さあ、では、皆さん、隣の人と手をつないでいただいて、最後、1、2、3、ジャンプで、いい感じに終わりましょうね。笑顔で終われたらいいですね。皆さんどうですか、手をつなぎましたか。お、いいですね。では用意はいいですか。ジュリさんもマイクは使わないですよ。あ、おジュリはマイクは使わないですよ。生声で感謝を伝えますので、耳かっぽじってよく聞けや。
どっかで会いましょう。ありがとうございました。
ライド信じて道を行けるの。